タタタツアーズで夢旅行に行こう。はい、どうも、ツアーガイドのタタタです。皆さんの島づくりの参考になるよう解説できたらと思いますんで、一緒に旅行気分を味わってください。今回のツアーはこちら、深呼吸したくなるような森がコンセプトの猫さんのセカンドフライングアイスランドです。前回はヨーロッパの街を紹介したので、今回は真逆の自然あふれる島をご紹介します。皆さん、山登りができるラフな服装で来てくださいね。マップの星マークがついているおすすめポイントを中心に回っていきます。このマップがまたシンプルでね、おしゃれなんですよ。では行きましょう。ここが飛行場出てすぐの島の入り口です。早速立派な森があるんですけど、木の生え方がリアルですごいです。リメイクしたワイルドな丸太のベンチをこうやって並べると本物の木に見えますね。そして飛行場出てすぐ横にはこういう感じでコーヒー屋さんがあります。トレッキングシューズとかあって、登山家さんが休憩できるようになってます。島全体が森になっているんですが、案内所周りにお店や博物館が固まっていて、山の入り口みたいな感じになっています。案内所横にはしごがあったり、手前の砂浜に高飛び棒とかパンフルートとかもあるので、ここら辺を入手すると山登りがしやすくなります。エイブルシスターズや博物館の建物が崖や木で隠れていることで森の中にある感じがします。イースターのトピアリーもね、これ自然で可愛いですね。案内所横にたぬき商店があるんですが、広めの道に自然が生い茂っていて森に馴染んでいます。道の上に花や雑草が生えていると森感が出ていいですね。こちらがハイキングコースになります。自然な獣道が使われているんですけど、木とか花の生やし方がめちゃくちゃリアルですごいなと思いました。この川と池の形もね、すごいリアルですね。本当にすごく気持ちいい森林浴ができます。サイクリングも楽しめるようにレンタサイクルもあります。ここが蝶の学者が研究活動しているテントになります。これ序盤で家ができる前のテントなんですけど、こんなおしゃれな使い方があったなんてね、ちょっとびっくりしました。ちゃんとテントの中も学者さんの部屋になってるんですよね。すごいですね。ここは山奥のレストランの庭になります。自家製のかぼちゃの料理が食べれそうですね。ここで風景画を描かれている方もいます。ここの山道を抜けるとプライベートビーチがあって、海を眺めながらくつろげる場所になっています。すごくリッチな時間が過ごせそうですね。こちらの崖からはじゃじゃーんと白いキノコの森が楽しめるようになっています。こういう風に崖を降りれるようになっていて、この美しい森にはトトロも住んでいます。めっちゃ可愛いですね。ここの川には4つの橋が並んでるんですけど、この橋の置き方もすごく自然で素晴らしいです。ここのちょっとした休憩スペースもすごく素敵です。基本的に砂浜には何もないんですが、小さなヤシの木が1本生えてたり、カモメの影の舞図が貼ってあって、何も置かないことで砂浜がリアルに見える工夫がされていて驚きました。山奥のビーチにはいろんな大きさのヤシの木や差し色の黄色が効いていて、南国感のある可愛い森が広がっていました。たくさん歩いて疲れたと思うんで、最後はねアイスクリームを食べてちょっと休憩しましょう。店内はめちゃくちゃポップで美味しそうなアイスクリームがたくさんありそうでびっくりしました。私もチョコミントアイスを食べます。最後にとっておきの絶景スポットをご案内します。一番右の手前の砂浜の脇に土管が隠れているので、その中に入ってみてください。じゃじゃーんと、こんな絶景の滝の前に出てきます。
本当に空気が美味しそうで、ここで深呼吸をしながらヨガをするのがおすすめだそうです。めちゃくちゃ癒されますね。本当、いや本当に島全体にマイナスイオンが漂ってて、深呼吸したくなるような島でした。自然に見える森の作り方がめちゃくちゃすごくて、島の一部でも取り入れることができたらいいなと思いました。ぜひ夢番地でこの島に来て癒されてください。ということで今日も観光ツアーお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンなどよろしくお願いします。さようなら。